昨夜10時47分ごろの地震では輪島市と志賀町で震度5弱、珠洲市、荒水町、能登町、七尾市などで震度4、金沢などでも震度3を観測しました。この地震で津幡町の70代の女性が転倒してけがをし、救急搬送されたということです。県内では建物などへの被害の報告はありませんでした。一夜明けた今朝、震度5弱を観測した志賀町の住民は、横にこうなんか入れたような感じがあって、どうかなんて10秒ぐらい続いたんじゃないかな。なんでこんな地震が起きるのかなという感情ですかな。同じく震度5弱の揺れに襲われた輪島市門前町の住民からは不安の声が聞かれました。びっくりして飛び起きたけどね、結構長かったね揺れが。地面が縮まるような。恐ろしかったさけ、私一時何やら胸ドキドキしとったどこも行かれんしゃんってほやろ、行くとかないもん。一方こちらは今月仮設店舗で本格的に営業を再開したばかりの衣料品店。また避難所生活戻らんならんかなっていうのがまたよぎりましたわ。高い大きい棚とかはやっぱり地震1月の時倒れとったもんで、それは使わないようにして。倒れやすい棚は使わないなど対策を行っていたため、店内の被害はなかったといいます。またこちらの料理店も地震発生時は営業時間外で、店に客はおらず、幸い店内の被害もありませんでした。怖いですね。やっぱ不安なんで、仮設店舗入るときには、いざ何かあったときでもすぐ逃げれるようにということを考えてちょっと再開しました。皆さんの憩いの場でありたいんで、その不安であった人でもいいんで、また竹口でもいいんで、癒しになりたいと思うんで、また来てくれればいいかなと。また県では余震の恐れがあるとして、今日の災害ボランティアの活動は中止しています。志賀町はこの地震を受け対策本部会議を実施。今回の地震では志賀原発1号機2号機ともに異常が確認されなかったことなどが報告されました。地震に始まり地震に終わるような年になるかなというふうに思っていますけど、今回の地震でさらに引きこもってしまう可能性少し大きくなったかなと思いますので、そういったところに重点的にケアしていきたいなと思っています。一方、羽咋市ではこうした問題が。こちらが当時設置されている震度計の一つで、2箇所あるうちの1箇所の方になります。羽咋市役所の敷地内に設置されているこちらの震度計、気象庁などによりますと、元日の地震で周辺の地盤が傾くなどしたため、正確な震度の測定ができない状態が続いています。これにより昨夜の地震では羽咋だけ震度が表示されない状態に。県などによりますと、実際には震度5弱程度の揺れを観測していた可能性が高いということです。本棚の本が倒れるような形の強さはあったのかなというところで、その際5弱と4の際ぐらいにあるのかなという体感はした限りではあります。はい、うまく表示できない、数字が取れてないということをお問い合わせいただくお電話が何件かあったのは事実です。気象庁は復旧作業が終わるまでこの震度計の数値については利用しないとしています。揺れの強かった地域では今後1週間程度は震度5弱程度の地震に注意が必要です。県内は明日以降も雨が降る日が続きそうです。土砂崩れや地滑りなどがこれまで起きていなかったところでも発生する可能性があり、気象台では注意を呼びかけています。元日に発生した地震の震源から直線距離でおよそ80キロ、昨夜の大きな揺れは能登半島の西側にある沖合が震源でした。この場所で地震が発生した理由について金沢大学の平松義弘教授は次のように話します。
これは1月1日の地震によって、まあ、誘発された地震であると考えることができます。まあ、そこで地震が起こることによってまた周囲に新たな沈みの変化をもたらすんですね。でその沈みの変化によって、まあ、ある場所の断層帯は動きやすくなる。でその動きやすくなったところで、まあ、地震が誘発されるということなんです。今回能登半島地震に誘発されて大きな揺れを引き起こしたとみられる海底活断層。その海底活断層について政府の研究機関は今年8月マグニチュード7程度以上の地震が想定される日本海側の活断層を25箇所公表しました。昨夜の震源の位置は今後大地震の可能性が指摘された羽咋沖にある活断層に重なります。まあ、ここのところっていうのは石川県西方沖の海底の活断層がいくつもあるんですね。今後10年20年以上のスパンでやはりこのマグニチュード6程度の地震っていうのは、まあ、能登半島周辺のまあ広い範囲になりますけれども、まあ、どこかで起こるという可能性は、まあ、あると思います。平松教授は金沢の真下を走り最大でマグニチュード 7.2 程度の地震を引き起こす可能性のある活断層森本富樫断層帯も元日の地震の影響で動きやすくなっていると指摘します。大地震を起こす可能性のある、まあ、活断層、それは海底にもありますしまた陸域にもあるというところを、まあ、正しく認識して、まあ、地震への備えをしていく必要があります。平松教授は今回比較的揺れが大きくなかった金沢や加賀でも日頃から家具を固定しておくことや改めて避難場所を確認するよう呼びかけています。県の12月補正予算案は一般会計で334億4000万円余り、このうち地震と豪雨の対応には290億5000万円余りを計上しています。主な事業では生活再建の支援として被災者の心の不調を防ぐため輪島市内の商業施設に精神科医や保健師などが常駐する新たな拠点を設けます。また珠洲市内の歯科診療所について5箇所のうち3箇所で未だ再開の見込みが立たないことから珠洲市総合病院の歯科開設に向け支援します。そして地震で被災した七尾市和倉温泉の護岸について年明けにも復旧工事に着手し2026年度中の完了を目指します。権利者がたくさんおられましたのでここを整理をして合意をいただいて、まあ公共貴族で公共事業として直しましょう。今後一つ一つの旅館ホテルの所有者がまずどういう絵を描くのか、その前に解体撤去とこれどれだけ時間がかかるのか費用がかかるのか、それも含めて今後徐々に具体的な計画スケジュールが見えてくると思っています。補正予算案は来月3日からの県議会に提出されます。今日金沢市の医療機関ではちょっとチクッとします、ごめんね。インフルエンザの予防接種が行われていました。県は先週県内がインフルエンザの流行シーズンに入ったと発表。今日午後に公表された県の定点医療機関あたりの患者数も先週同様流行の目安となる1を超えています。道庭委員の道庭健一委員長はまだまだ患者数は多くないと話しますが、今まだくすぶったような状態なので今後その急激に増えるかどうかっていうのはまたよく分かりません。特に全国から観光客もそうだしボランティアの方も全国から来てもらっているので非常にある意味リスクが高いような気がします。また新型コロナウイルスの患者も今後増えることが懸念されます。換気が悪いところに人が集まるような時期に増えるんじゃないかというふうに言われてますので、また年明けぐらいからの流行というのは
我々も心配してますし、国の方もそういう心配はしてるみたいですね。重症化予防のための65歳以上の人などを対象にした新型コロナワクチンの定期接種も始まっています。こうした予防接種とともに、定期的に部屋の空気を入れ替えるなど基本的な感染予防が大切だと話します。マスクとそれから手洗いということを非常に言いますが、それとやっぱり自分自身の体の免疫力を高めるという意味でも睡眠とかですね、栄養バランスとかそういうことも非常に重要だと思います。今回の改定は新型コロナウイルスへの対応を踏まえて政府の計画が見直されたことに伴うものです。有識者会議の骨子案では、幅広い呼吸器感染症を念頭にワクチンや検査など13の対策項目を設定、長期にわたる複数の感染拡大も想定し、病原体の変化やワクチンなどの普及状況も踏まえて対策を素早く切り替えるとしています。普段からパンデミックが起こったとき、あるいはその兆しが見えたときにすぐに動き出せるような仕掛けを、仕組みを用意しておくということが非常に重要になってくるかと思います。別人になりすまして投票した疑いです。先月の衆議院選挙で別人になりすまして投票したとして、公職選挙法違反の疑いで県内在住の50代女性が書類送検されたことが分かりました。白山市選挙管理委員会などによりますと、女性は白山市在住で、投票日の午前中、市内の投票所の受付で親族の入場整理券を提示して投票用紙を受け取り、小選挙区で投票した疑いが持たれています。その後、市の職員が別人と気づき確認したところ、本人でないことが判明しました。女性は容疑を認めているということです。すごい静かですね。すごいなんかリラックスできそうな場所だなって思いました。私もそんなに来たことないので、そんなに岩根線についてはそんなに知らないんですけど、やっぱりなんかすごく落ち着きますね。市内中心部から車でおよそ30分、金沢の奥座敷といわれる湯涌温泉は、外国人観光客にはまだ知られていない場所ですよねっているじゃないですか。 We really loved our stay in Kanazawa so much that we actually extended our trip so that we could make it out here. I was researching onsen because we both really love onsen, and this onsen is famous for having very medicinal, high quality mineral water. なるほど。どうやら金沢に比較的長めに滞在している外国人観光客は足を伸ばすこともあるようですね。ああ、ファティマさん、また見つけました？ああ、その人は外国人ではないですね。美人画で有名な竹久夢二ですよ。なんか全部なんか描き方がすごくなんか違うな、別のスタイルだなって思いました。ファティマさんがそういうのが、夢二が湯涌温泉で描いたこちらの3枚、湯涌で共に過ごした恋人彦野さんの絵と自画像、さらに山で見つけたアケビのスケッチです。基本的には竹久夢二は美人画の画家って言われていて、女性を描く画家として人気が出たんですけど、この左下は自分自身なんですね。こう女性を描く時とちょっとこう気持ちが違って、ちょっとこう卑屈なような気持ちもちょっとありながら、こうちょっと引いた目線で描いているので、スタイルも違う感じになってます。美人画で有名な夢二ですが、ここ金沢湯涌夢二館では、湯涌温泉に滞在していた頃の絵を中心に、一人の画家の内面に迫った展示が大きな特徴です。これ兼六園の絵なんですよ、はい、この場所って分かりますかね、聞いたことあります、はい、兼六園、はい、高台からこう見下ろす感じ、はい、そのまんまで、はい、夢二が本当に金沢来たんだなっていうのを、はい、これ見ると、
あのすごい分かりますね、はい、金沢にも深い関係がある竹久有名寺、実は最近海外でも注目されているようなんです。あの今年になって、これボストン美術館 の、はい、あの図録なんですけど、はい、竹久有名寺がデザインジャイアンツっていう形で紹介されていて、はい、でこちらがイギリスの美術館での展示なんですけど、こっちはキュート展っていう、はい、ここでも可愛いの元祖、可愛いは竹久有名寺から始まったっていうので有名寺が紹介されてるんです、はい、その、まあ、可愛いところとなんか有名寺さん、なんかそのつながりを知ってる人がいればもっと来るんじゃないかなって思いました、うんうん、そうですね、ちょっともうちょっとプッシュして。最近海外のアニメ好きを中心に認知度が高まる可愛い、確かに可愛いの元祖の作品が見られるって聞いたら観光客がやってくるかもしれませんね。続いては可愛いから一転、琵琶湖で有名なもう一つの観光スポットへ。屋根の上の石がすごいなんか印象的です。たくさんあるから ね、はい、ね、江戸時代で町中にある建物についてはだいたい武家も、うん、町屋もですね、はい、こういう石置き屋根です、はい、江戸時代の建物を移築して集めたのがここ湯涌江戸村。商家、武家、農家などその配置も考えられています。手前の右側の方が足軽という身分の武士の家、うん、それから、左側の方は、本田家という、はい、大きなですね、武士の家の家来の家です。家の作りを見比べながら自然と歴史を学ぶことができる江戸村。建物の中は地元の人が協力し合って管理しています。さらにこんな楽しみも。武士の格好してみましょう。はい、はい、あ、これは戦で大将が着る陣羽織ですね。おお、ファティマさん似合ってるじゃないですか。よし、じゃあファティマさんご一緒に、えいえいおー、はい、えいえいおー、はい、えいえいおーってあれやってくれないのかな。やっぱり田舎っぽい家だと思います。そう、まさにそうです。いい意味で、はいはい、私こういう家が好きなので、はいはい、なんかこちらを見たらもうなんか街にいる感じ、そうですね、その雰囲気があるんですけど、はいはいはい、ここを向いたらもう田舎にいる感じがします。全然雰囲気が全く違います。同じ場所でも、湯涌の自然に魅せられた画家が残した作品、広大な敷地に再現された江戸時代の金沢、そして温泉、これは日本らしさを求める海外の人にはうってつけの観光地ではないですかね。え、アティマさん、今回の地震はどういうメカニズムで起こったのか、ここからは取材した市川さんに伝えてもらいます。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日は金沢大学の平松教授にお話を聞いてきました、はい、今回の地震は能登半島地震により誘発された地震と見られるということでした、はい、で今回の地震の震源地、ここ西方沖だったんですけれども、で元日の地震の震源域というのは、まあ、この辺りだったんですね、はい、でそこからは外れているんですけれども、うん、あの元日の大きな揺れによって周辺の活断層に歪みが生じたことで、うん、今回の地震を引き起こしたんじゃないかというふうにお話しされていました、はい、で続いて見ていただきたいのはこちらなんですが、これはあの今年8月に政府が将来大きな地震を引き起こす可能性のある活断層として発表したものなんですね、はい、その断層を示している地図になります。で今回の地震の震源地とこの大きな地震引き起こす可能性があるというこの赤い線のラインがこの位置としてはこの重なる部分があったんですね、はい、まあ、今後あのこの関連性っていうのは検証されていくことになると思いますが、まあ、こう能登だけ見てみてもこの
赤い線というのがかなり多くあるということは分かりますよね。再び大きな揺れがどこで起きてもおかしくないというのが分かりますよね、はい、平松教授 もう10年20年のスパンでマグニチュード6程度の地震は、能登半島のどこかで起こる可能性は十分にあるというふうに話していました、はい、そして今回は能登だったんですけれども、気をつけなければいけないのは能登だけではないんです、こちらはですね、元日の地震の影響を示している地図なんですが、赤色が濃ければ濃いほど影響が強いということを示しています。でこの森本音樫断層帯、これ大部分がですね金沢の真下にあるというこの断層帯なんですけれども、ここにもほんのり赤色がついていて、元日の地震の影響が、あるというふうに示されているんですね、うん、なので今回実際に動いたのは、この西方沖のこの辺りになって、濃い赤なんですけれども、それよりはちょっと薄くはあっても影響はあります、あるかもしれないということですので、平松教授も、金沢山、その能登以外に住んでいても決して油断はしてほしくないですというふうに話していました。改めて今回いつどこで地震が、この規模の地震が起きてもおかしくないということが分かりましたので、皆様正しく恐れて、そして備えるということが大切になってくるなと思います。震度5弱を観測した輪島市門前町に来ています。住民の方にお話を伺ったところ、この辺りでは大きな被害は特に確認されておらず、周辺では元日の能登半島地震で被災した建物の工費解体が続けられています。昨夜10時47分ごろの地震で震度5弱を観測したのは輪島市志賀町、震度4を観測したのは珠洲市穴水町、能登町七尾市などとなっています。この地震で津幡町の70代女性が転倒して怪我をし、救急搬送されました。もうびっくりして飛び起きたけどね、結構長かったね揺れが、地面が縮まるような恐ろしかった。さっき私一時何やら胸ドキドキしとってどこも行かれんしゃんとこやろ、行くとかないもん。うちは全然行かれんし、道は潰れてもったもん。県によりますと、県内では大きな被害は確認されていませんが、元日の能登半島地震を思い出し不安を感じる声も多く聞かれました。以上、中継でした。